はい、こんにちは。佐大臣三永です。5月も末となりました。あなたにとってどんな1ヶ月間だったでしょうか。東方は今月、聞いてわかる日本の歴史、平安京都藤原氏の繁栄を発売したくさんのお買い上げをいただきました。本当にありがとうございます。続編の陰性と武士の時代は現在制作中です。さて、本日は旅の話です。先日、私は、 同志社大学 OB 会の静岡支部に招かれ、講演をしてまいりました。その翌日、徳川家康公の墓所のある久能山東照宮を案内していただきましたので、本日はその話です。え、家康公の墓は日光じゃないのそう思われるかもしれませんが、確かに日光に家康公の墓所はあるんですが、遺言,言によって、まず久能山に葬られ、 一周忌の時に日光に移されたというわけです久能山東照宮は静岡駅から東へ約9キロその入り口は駿河湾にほぼ面した位置にあります朝から一の鳥居をくぐり表参道の石段を登っていきました社殿まで1,159段あり い,ちいちご苦労さんというわけです朝早かったですのですれ違う人はほとんどなくてつづら折りの石段がいよいよ性質に感じられました実は昨晩宴会で宴会のあと静岡の駅前で居酒屋で飲んでさらにホテルの自室で明け方まで飲んでましたのでえー、こ,この状態でこの石段を登るのか 途中で終えっとなったらどうしようかなと心配でしたけどもねまだアルコール臭くさく頭がクラクラする中つづら折りになった石段も登って行きました眼下には満々たる駿河湾気分がいいです時折立ち止まり駿河湾を見渡しながら登っていきました一の門もくぐり社務所の前で入場料を払います 徳川家康公の墓所のある神廟と家康公の遺品を展示する博物館とは共通の入場券で入ることができます石段も上り楼門もくぐるといよいよ神錆びた雰囲気が出てきました朝のことで神官たちがそこかしこで竹ぼうきで吐き清めていましたおはようございますおはようございます 挨拶しながら進んでいきますとこの頃はだいぶアルコールも抜けて気分が良くなっていました権現作りの社殿は見事な極彩色で江戸時代を代表する大工の棟梁中井大和の神正清によって造営されました日本初の権現作りです権現作りとは本殿と拝殿がセットになっていて その本殿と拝殿の間を石の間と呼ばれる一段低い建物で結んでいるという構造です水古天皇の昔ここ久能山に久能忠比となる人物によって久能寺が建立され後には静岡茶の開祖である鎌倉時代の高僧正一国師もここで修行しました 永禄11年1568年武田信玄は久能寺を現在の鉄州寺に移しこの地に天然の要害久能城を築くも武田氏の滅亡とともに久能城は徳川氏の所有となりますその後徳川家康は天下を統一し息子の秀忠に 将軍職を譲ると家康は江戸城を出てかつて豊臣秀吉のもとで治めていた駿府城に入りますこの時家康は久能城は駿府城の本丸であると語ったと伝えられます慶長20年1615年家康が亡くなると遺言によってここ久能山に葬られます 後に2代将軍秀忠により社殿が建立されたのがここ久能山東照宮というわけです社殿裏手の階段を上っていくといよいよ見えてきました徳川家康公の神廟がそして掲げられていましたおなじみ家康公の伊君が東照宮伊君 人の一生は重荷を覆うて遠き道を行くがごとし急ぐべからす不自由を常と思えば不足なし心に望み起こらば困窮したる時を思い出すべし寛人は無事長久のもとい怒りは敵と思え勝つことばかり知りてまくることを知らざれば害 その身に至る己を責めて人を責むるな及ばざるは杉るより勝れり当初この地には小さな祠が建てられていましたが三代将軍家光によって石造りの塔に改められました家康公の遺言により西を向いているということですさて久能山の西には 家康公が14年間を過ごした駿府城そして17年間を過ごした浜松城があります江戸には背を向けてる形なんですけどもねまあ江戸の守りは日光の方で行おうというお考えだったんでしょうか神廟の右手の杉の大木のもとに面白いエピソードが書かれていましたこの杉の杉大木は 三代将軍家光公が植えたものとされ350年を経ていますある時家康公が配下の者たちに尋ねましたお前たち金のなる木というものを知っているかはて金のなる木でございますか何でしょうかそれはそこで家康公は自ら筆を取り紙に3本の木を書いて よろずほどの良き、慈悲深き、正直と書いて、これを常々信じれば、必ず風紀を得られよう、そう語ったということです。後に、細川三歳忠興公が、これに左右の枝を襲え遊ばしてはと提案して、朝起き、潔よき、辛抱強き、 油断なき、幼をよき、家内むつまじき、これら左右の枝が繁盛するなら、いよいよ風紀を得られようと語ったという話です。こういう話を聞いたので、すーッとこの頃は昨夜のアルコールも消えていった感じがします。社殿と家康公の診病を堪能したら、社務所まで引き返し、 ロープウェイに乗ります。ロープウェイはいいですね。待ってる間だけでも私はワクワクそわそわします。もう入り口の感じからしてね、もうこれからロープウェイが始まる。このワクワク感がいいです。そして乗り込むと、屏風谷の緑、まんまんたる駿河湾、お前先の景色、ガイドさんの説明が加わり、約5分間の空中遊覧です。 いいた先は日本平というとうころです近くの日本平ホテルのロビーから富士山と清水湾の景色を一望してきました天人の羽衣伝説で有名な三保松原も向こうに見渡せました残念ながら天気はいまいちだったんですけれども晴れた日なら遠くまで見渡せて最高な気分でしょうね最後に商品のご案内です 聞いてわかる日本の歴史。平安京と藤原氏の繁栄。語りによる聞く日本の歴史。もしで読むとは比べ物にならないくらいスーッと頭に知識が染み込みます。生涯学習の一環として。また、お子さんやお孫さんに歴史に興味を持たせる入り口としてもどうぞ。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました